どうも高井です。聞く時間が伸びている実感、上達の証拠。聞く時間が伸びるっていうことは喋る時間が減っているってことなんですけど、これが具体的にどういうことなのかっていうと、あのとかとかそういう予防線を張る回数が極端に減っていけば減るほど、言葉ってシンプルになっていくんです。シンプルになればなるほど喋る時間が短くなる。ただし、あのとかっていう予防線だけではなくって、相手にいかに効率的に話すの、話しては聞いてもらえるのかっていうことを考えていくにつれて、どん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 効率的に短い言葉でうまく伝えられる。その結果、相手の喋ってる時間はいつもと変わらないのに、自分自身の喋る内容はすっごい短くて効率的になっていく。これが上達している証拠といえるものなので、もしもね、今私って話してる時間長いわっていうのであれば、それはまだまだこれからってことなので、ぜひともね、その喋ってる時間目安にして考えてみてください。チャンネル登録お願いします。画面の右上のボタンを押してください。それでは。